皆さんこんにちは。解析士の高橋明です。今日は石川亮君の、アイアンショットを解析したいと思います。2009年のマスターズの16番ホールですね、170ヤード、を解析したいと思います。まずスタンスなんですけれども、グリーンがこちらに見えます。しかし彼はですね、このバンカーのまた左こっちの方を向いてます。ちょっとオープンスタンスに構えているようです。ブレイクバックなんですけど、ちょっとインサイドに引いてますが、フェースはかなりシャットフェースですね。ここからちょっと縦気味に上がってきてます。シャフトが下を向いてます。でトップからですね、多少やはりタイガーと同じように沈む癖がありますね。でインパクトでやはりこの腰がですね、45度以上開いてますので、それを調整するためにシャットフェースにしてるんだろうと思います。で球がですね、やはりこっち方向へ出てますから、やはり狙ってるのはこちらだったですね。大きなフォローツルでハイフィニッシュで綺麗なスイングです。スピードもものすごいスイングスピードが速いので、怪我を気をつけていただきたいと思います。